ボンジョーボン、あちゃんです。今日も眠たいな。顔洗ってくるわ。めっちゃ眠たいな。よいしょ。チャオ、あちゃんです。では、お弁当作っていきましょう。では作っていきましょうか。
よし、作っていこう。では作っていきましょう。ここにね、今日ちょっとだけね、いつも使うことします。青さをパッと。青のりをちょっと入れていきます。フライパンがちょっと遠くなってたりするね。難しいね。マックスとか、くるくるくるとか。よいしょ。よいしょ。焼けました。久々に昨日ね、チーズはんぺん買ったからね、ちょっとウインナーね、久々に赤ウインナーにしてみる。よいしょ。
今日はね、牛肉でいきます。で、何しよっかな。油をちょっと引いて、
またいつものようにね、きんぴらごぼう作りましょう。ごぼうもそこ落ちるとかならへんね。あと2本ぐらいしかない。木曜日だから来週月曜日終わってんの。このちっちゃいのね、細いやつ使えずに1本、いっぱい入っとってね、これを、だいたい1本、1回のお弁当で使い切りぐらいでええねんけど、でっかいやつやったらね、どこまで使ってんか、どこまであるってんかがわからんね。ささがいといたら黒になるからね、毎回毎回下がるから、酸化していくから。細いこの先チョコボがね、ちょっと役に立てんの。はい。で、これで肉かけます。
そうなんだ。という完成です。どうでしょうか。あ、うまい、うまい。うん。きんぴらごぼう完成。豚汁いきましょう。沸騰するのがあったら、ね、今日のお弁当紹介していきます。きんぴらごぼう、きのこの水煮が乗ったきんぴらごぼう乗ったって入ったで、今日はね、牛の焼肉、オイスターソース香る焼肉だ、バジル、バジルじゃないわ、あれ、青さのり、の磯の海苔の香りの、トリュフ香る卵焼き、チーズ卵焼きで、はんぺん、チーズはんぺんと赤ウインナー、タコさんウインナーです。そろそろ沸いてきたかな。よいしょ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 。ここにね、ジャーッと入れて味噌を溶かして溶かして溶かして、食べる前に前取るとは言ったけどね、そういったらなんとね、ちょっとね、これあんまり具がないんで、ここにね、ちょっとだけねごぼうさんを入れます。ちょっとチートトッピング、それと牛丼や、牛丼ちゃうわ、豚汁やけど、牛をちょっとだけ入れましょう、はい、これちょっとね、具が入ったら美味しいお味噌汁になるんじゃないの。具ないからね、この安いお味噌汁も、即席お味噌汁はちょっと悲しいでしょ。よっ、で、これを拭いて、よいしょ、で、ちょりんちょりんちょりん、で、お箸完成です。はい、今日のあっちゃんのお弁当作り、起こす5分前に終わりました。実は今日は12分。
寝坊しました。はい。まあなんとかね、落ち着いたんで、よしかな。はい。もう朝寒いのとね、夜遅いのとで、眠くってね、なかなかね、朝寝坊。冬休みのダメな癖がまだ取れてないんかもからね。ということでね、ちょっと今日はお弁当作り終わったね。今日またもしかしたらお買い物行くかもわからへん。ちょっとね、今日せ、あれ、トロ箱1やね。行きたい、久々にね、お魚欲しいなと思ったりもすんねんけどもね。まあ、ちょっと考えます。どんな魚がいてるのかっていうところからの探索も楽しいんでね。ちょっと、エバグリーン、田原本店かな、トロ箱1はね、行くかもわからない。うん。で、行くんやったら行くで。早めに出ていきます。はい。ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。朝のあっちゃんのお弁当作り良かったよと思ってくれたら高評価を。今日は、牛の焼肉弁当でした。応援コメント、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。今日も一日よろしくね。